こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました。え、何これ、日清食品さんにさ、ペヤングの丸化食品さんの社員さんとかが遺跡かなんかしたと思わせるような新商品を買って食べてみようのコーナーでございます。というわけで今日はなんとどん兵衛なんですけれども、これちょっとびっくりしちゃって、どん兵衛史上一番麺が長いやつが発売されたとのことでございまして、長寿祈願そばって書いてあるんですけども、麺の長さがね1メートルあるんですって。どういうこと？カップ麺の麺が1メートル、なかなか見たことがないということで、早速作って食べていこうと思っております。麺も人生も長く続きますようにという素敵な文言が書かれておりまして、ダイエーで買ったよというね、事実はもう隠しきれないような状態になっておりますが、さあどういう感じなの。もう中に入ってる、まず乾麺の状態、乾いた麺の状態でどう入ってるのかっていうことなんですけれども、ペロンといきますと、まずは粉末スープで赤唐辛子で風味華やぐ彩り七味、後入れのやつも入ってたりしますね。そうしましたらおなじみ後のせかやくが入っております。サクサク天ぷらの美味しいやつで、この段階では分かんないね、分かんない、麺が長いかどうかもう全く分かんないような感じ、いつものじゃんって思うのですが、お湯を注いで、粉末スープ先入れでした、すみません、粉末、まあ、はいはいはい、粉末スープ先で、はい、これで3分待ちましょう。さあ3分経ちまして、ちなみにこちらがね193円税別のものでございまして、まずこうやって蓋を開けていきますよね。もちろんこうやって混ぜていきます。でね、後のせかやくとか七味だったりあるんですけども、まずはもうそれ乗せずに麺の長さ見たいので、いきなりここから引っ張り上げていきますよ。でいきます、せーの、はい本当だ本当だ、マジで長い、待て待て待て、天井についちゃ、あ、ついちゃ、待て待て、一回下ろそう、一回下ろそう、一回下ろそう、ちょっと待って、じゃ一回こうしてこういきますね、こういきますと、はい、まあもちろんね持ってる場所、箸でつまんでる場所がちょっと折り返しながらつまんでるはずなので、もっと長いはずですが、めちゃめちゃ長い。いただきます。というわけでまずね、お蕎麦に関しましては噛み切らずにすすり切っていきたいなって思うタイプだったりしますので、それができるのかどうかっていう、長っ、ちょっと待って、画角に収まんない、これやっぱり そうだよね、こう来て広角レンズつけてるんだけどね、画角に収まんないで、あ、もうギリ立たずにこうやって持ち上げられるくらいのお蕎麦でございまして、うん、結局美味しい。長さもそう、麺はね意外と食感がちゃんとあってびっくりした。長い分ちょっと細くも見えておりまして、だからこそね頼りない食感の麺が来るのかなと思いきや、それがそういうことでもなく、しっかり食感があるお蕎麦でございまして、やっぱり結局ね美味しいなって思ったね。結局どん兵衛美味しいって結局そこに行き着く。でこれもう超長いよね。でまだまだ出てきてないから全部すごいことになってますね。わー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 、でやっと今まだまだまだ今出てきた、出てきた状態がこうですね。うーうーわ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 ー、はーい、うわ、あ、まだまだだった、すいません、まだ出てきてなかった全部。え、ちょっと待って、僕もうね立ってるんだけど、立ってんのにこういう、わうわうわうわ、マジですごいね、これ。ちょっと待って待って、すいません、行儀悪くて胃が立っちゃった。うん美味しい。でさ、結局思うのは、こういうカップ麺とかがさ奇抜な味を出す時っていうのはちょっと
それで注目を集めて、その銘柄を思い出してもらって、いつものスタンダードな商品に返ってきてもらうっていうのが目的の一個だと思うんですけれども、どん兵衛に関してはこれね、成功してると思う。だっていつもの甘いお出汁の美味しいどん兵衛ですから、もうね、完全にあ、やっぱりどん兵衛美味しいなって思って、今後もね、またどん兵衛食べたいって思う時は絶対来るなっていうような味わいになってるから。で、後のせのこのエビもいっぱい乗ったサクサクのやつね。で、まだね、どん兵衛さんにはね、この後のせサクサクのエビが超長いとかっていうのも残されてんのかな。残されてはいない気がするな。そこじゃないかな。あるとしたら、もうこの麺がね、もう全部で1本、結局1本だよっていうのとかね、こんだけのボリューム感のある麺で1本のものとか、そういうのもね、あんのかなっていう気もしておりますけれども、ないかな。ちょっとこうやってしっかり味変もできました。で、この後乗せに関してはね、ちょっとこう、まだ柵が残りながら食べていきたいっていうのがあるから、これなかなかね、難しいと思っちゃった。後のサクサク天ぷらもちろん美味しいんですけども、この天ぷらをかじってサク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 楽しんでるうちに麺で追いかけたいと思ってたんですけども、麺持ち上げてる間にね、もうなんかそこに時間かかりすぎてサクサクが消えちゃってるから、サクサクの天ぷらとともに麺をいくにはやっぱりこれ同時に、だから同時に持っていくか、一緒にこうやって持ち上げていくしかない。ここからまた、すみません、長くなるんですけども、こうなります。いや、美味しいね。で、こういうお蕎麦のメニューがもしお店で出てくるみたいな感じだったとしたら、そのお店の店員さんはまあ大変だろうね。お客さんがあちこちで高く手を挙げてるみたいな光景が散見されるはずですから、あれ呼ばれてんのかな、なんかございましたでしょうかって言って、ああすいません、麺すすってたんですっていうやつの連続かもしれないから。ちなみにこちらは1食で487キロカロリーあるってことなので、なかなかパンチの効いたメニューでもあったりしますね。まあ天ぷらも入ってるしね。ただこれ1個注意点としましては、やっぱりお年寄りの方とかが本当に長寿祈願とかで、あの願をかけてすすり切ると、噛み切らずにすすり切るっていうことをされる際に本当に長いので、喉に詰まらないように気をつけてほしいなっていうのはありますね。結構ね、予想以上長かったと思う今回。はい、というわけで美味しかったです。ごちそうさまでした。いや、面白、長いの面白。というわけで今回は史上最長の麺のどん兵衛さんを食べてみたわけでございますが、いや、楽しいし結局美味しいし、別に長いのが苦手な人は噛み切れば、だったら別に普通の買えばいいのかって話になってきちゃいますけども、こういう商品僕かなり好きなので、まだまだ今後の展開もね、楽しみにしていきたいなと思っております。っていうのはいいんだ、それはいいんだ、それはいいとして、また変なコメントがいっぱい来てるんだ。だから今日はもう長めのコメント返し、コーラ大好きチャンネル、コーラ大好きチャンネルさんからのコメント、もう早速名前も長いんですけれども、ハイジーさん、メガネかけてベッドに入った状態が面白いです。何それ、どこ褒められてんの。僕、メガネをかけてベッドに入った状態を見せたことある。アジテートクさんからのコメントで、お寿司を握る機械ですか。お寿司を握る機械ではありません。お寿司を握る機械ちゃんと見たことないけども、なんかあんのかな、これガシャンって、なんかガシャン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 って、なんかどん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 ベルトコンベヤーに乗せて流していくやつがあるんでしょうね。こうやってシャリとネタをこうやってガシャンってやって、それじゃない、ここの部分は。 ASMR アンダーバーさんからのコメントで、ハイジーさん、メガネの右のレンズだけ曇ってますが、左はレンズなしですか。そんなトリッキーなメガネかけるわけないじゃないですか。左はじゃあ別に視力がちゃんとしてるからレンズなしでいいか、やらないよそんなこと。ともきちさんからのコメントで、ハイジーさん、フェイスアップのアプリで女性になってみてください、きっと顎が際立った女性になれますよ、とおっしゃってますが、顎が際立った女性になりたいって思った経験ない。
だけどちょっと気になるからさ、ハイジーが女性になったらどうなっちゃうのか見てみます。一応じゃあもうまずメガネない感じでもう本気でいくよ。そんなこと言うんだったらもうこう来て、うん、こう来て、はい、この写真を使って写真加工をしていきます。まあ、笑顔にできるのこれ、え、そんなんできるの笑顔に、うん、え、笑顔にな笑顔じゃん。え、なんで僕の歯の形知ってるの。めちゃくちゃ笑顔になってんじゃん。ヒゲ生やせんの今脱毛してんのに。え、ヒゲも生やめちゃめちゃ渋い。え、山男出てきたよ。あら、で性別変えてみましょうか。ほらほら綺麗じゃない。みんなちょっとびっくりしたでしょ。女性化に行きますよ。はい、写真ほら、こういうマダムよ、教育ママよ。男らしくもなれんの。一応やっていきましょうか。もう初めから男らしいけど、うん、あんま変わんないねこれは。あんまり変わんない。そうそう、眉毛そもそも太いからあんま変わんなかった。すいません、最後年齢だけ、年齢だけ最後、めちゃくちゃ子供に若返っていきましょうかね。ちょっとそれほら、あ、これ5年前の僕だ。なんでなん、別にこれはだから知ってる顔だから